川崎 750RS は川崎重工業が1973年から1975年にかけて製造・販売していた総排気量 746cc のオートバイである。通称は Z2Z2 と呼ぶことが多い。川崎は1972年に排気量 903cc の Z1 を発売し、欧米で 高い人気を博し販売成績も好調であったが、日本国内では業界の自主規制により 750cc 超のオートバイは販売できなかったため、750cc クラスの国内版モデルが必要であった。当初は Z1 のエンジンをボアダウンして発売する予定だったが、結局ボアとストロークの両方を変更して、排気量を 750cc とし、 1973年4月に 750RS として発売した。なお、同車種を Z750RS とした記載が、ウェブ上や雑誌、小説等に散見されるが、下記の通り役まで 750RS であり、それらの故障を混同したと思われる Z750RS というモデル名の車種はこのシリーズには存在しない。前社の RS はロードスターを意味し、 当時の同社の4ストロークモデルのシリーズ故障である。ベース機種の Z1 のボア、ストロークは 6666mm のスクエアエンジンであり、当時ハーレーが 1200cc だったこともあり 1200cc 程度まで技術的余裕を持たせていたが、ボアダウンによる 750cc への縮小は視野になかった。 ストロークの変更は、クランクシャフトを完全新設計とせざるを得ず、時間と費用の点では非常に不利である。しかし、ボアダウンのみで 750cc 程度とすると、そのボア径はおよそ 60mm となり、これでは、旧排気バルブがそのままでは干渉するため、シリンダーヘッドの新設計が必要となるのと、ロングストロークとなり、 高出力者のイメージにそぐわなくなるためボアの縮小はシリンダーヘッドがそのまま使える範囲に留め合わせてクランクを変更してストロークも縮小する方法を選択した Z2 発売当時にはスターターモーターによるセルフスターターが普及していたがバッテリーや充電系の信頼性への懸念からキックスターターも合わせて装備されているまた Z1、Z2 用に デザインされたバックミラーは車両本体の生産が終了した後も用品市場では Z2 ミラーの名で長く親しまれているの自動車形式指定規則によって付けられた形式はここまで Z2 ありがとうございます。